こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は暗黒の世界線ダメージ貢献ランキングボスバトル1の今回は闇魔法編成で攻略ということでやってみました。はい、こちらについてですね、ボスバトル1とボスバトル EX 物理編成でね、2本動画アップしておりましたが、今回は全く別の編成でも、まあ試しにやってみようかなということでやってみました。まあ物理編成のね、編成キャラ持ってない方もね、当然ながら多いと思いますので、まあそういった方のために、まあ第2のやり方ということで、まあこちら、まあぜひ試してほしいなという感じです。はい、ということでまずね、基本的な敵の詳細から見ていきます。はい、敵はリムルさんです。でこちら、まず攻撃耐性が魔法攻撃弱点でマイナス 20% ということになっているんで、物理よりは魔法の方がね、通りやすいということになっております。まあとはいえ 20% ですし、まあ 1.2 倍ぐらいのかなぐらいの差で、その代わり闇魔法パって現状だとですね、極み奥義使えるキャラいないんで、その分ね、やっぱり、他の物理編成とかの極み奥義使えるキャラと比べると、その分火力が、下がるって、どうしても下がってしまうっていうことがあるので、まあその辺は、この魔法弱点のところであったりとか、であとはその他のバフとかデバフ、そういったことをカバーして、まあ、火力を伸ばす、スコアを伸ばすっていうことになってくると思います。はい。で、今回状態異常耐性として気絶耐性とか毒とか氷結とか、この辺に関しては 100% ということになっているんで、まあ、今回はどっちにしろ使わなくてもいいかなっていう感じですね。というのも、今回リムルさんに関してはね、正当戦のボスとかと違って、会心耐性とか貫通耐性とか、そういったね、こちらのバフに対する耐性が一切ないので、全てのバフデバフ使い放題です。何でも OK、 とにかく自分の手持ちのね、使えるバフ全てを使って火力上げて倒すみたいな、ことができるので、まああえて気絶とかさせる必要もないということですね。はい。でまあその他に関しては、回心率貫通率とかこういったものがね、非常に、火力が高い。まあボスバトルじゃそうでもないけど、そこまで気にする必要ないんですがね、 EX の方だと超火力が高かったりするんで、その辺は気をつける必要があります。であと敵全体に2ターン 100% の確率束縛状態、これ1ターン目の時にやってきて2ターン目まで持続するので、最初開幕ですが、2ターン目で変換できるキャラを3体、並べておいて、2ターン目もね、技能の6コンボ、できるような状態にしてあげるといいですね。スムーズ、バトルがスムーズに進みます。まあその他に関してはあまり関係ないかな。攻撃力とか、大ゲージアップとかこういったものがありますということで、はい、まだちょっとパーティー編成見ながら立ち回り紹介していきます。はい、今回闇魔法パで組んでみました。編成としてはすごくオーソドックスというか、まあ、特に何のひねりもないパーティーにスタンダードな、まあ、組み方をしましたが、今回の、まあ、要はやっぱり闇ベルドラですね。こちらカゴスキルでバフが漏れるっていうところがポイント。味方全体の魔法攻撃力が一旦 10% アップということで、最大 70% まで火力が漏ることができるので非常に強い。 1.7 倍はかなり強め。で今回新試合出ましたが、これがね、まあこれも覚醒で8ターン目になると威力が上がったりとかね、まあ、そういったことがあるんだけど、これ6ターンしかないので、今回ねターンリミットなんで、まあこれとあと 50% バフと闇属性耐性ダウンか、まあ、こういったものでサポート、あとごめん、会心耐性ダウンもあったかスキルで、はい、こちらもですね、使えるときに使って、まあ本当に若干ですけど少しずつ火力を上げていくと。で、あとその他リムルですね。こちら会心率アップ、味方全体の会心力一旦 40% アップ。闇属性だね。みたいな、ことであったりとか。まあ、あとはイジスが変換枠と、あと技能のマスオコンのゲージ増加量アップで非常にまあ優秀。で、ランガについてはまあ音楽の技能変換なんで、キャラ変えるとしたら こいつなんだよね。こいつをなんか他のアタッカーにするとか、まあ、あるいはランガのね、この貫通率の 20% アップ、これを粘るとか。今回ね、まあ、貫通率は、貫通発動しなかったんで、もうちょいね、貫通率アップがつけばちょっと変わるかもなって気がするんですが、はい。
ミリムですね、こちら奥義の発動痕のバフと自身の攻撃力アップ、まあ、メインアタッカーだと、ね、一番火力出ます。あと過去と奥義、一番ずつ技能に変換ということで、こういったキャラを使いつつ、まあ、戦っていくと、まあ、本当に基本的には技能の6コンボを常にしていって、最後のターンだね、6ターン目にちゃんと3人ともね、奥義ゲージ貯められるようにしておくっていうのがベストです。はい、そんな感じで、まあ、実際にやっていこうかなと思います。
か、すべて消えた。私の出番ね。覚悟はいいか？すべて消し飛ばす。この程度やるな。